激しくなった。視野が悪すぎる。近くにバンカーがあるはずです。地図上では肉眼で確認できるはずですけど、見えますか？いや、見えない。では方向と距離をご案内します。北北西へ移動してください。ラジャ。指揮官様、大丈夫？唇が真っ青。全然大丈夫じゃないわ。これはいけないわ。ネオ。はい。服を脱いで指揮官様を抱きしめて。はい。体を密着させて指揮官様の体温を上げるのよ。表現がちょっと。アニスがすればいいじゃないですか。私よりいろいろな面で大きくて面積も広いですし。私はいいよ。いや、できない。どうしてですか？私は合理的な提案をしているだけです。もう恥ずかしくてそんなことできないよ。私だって恥ずかしいんです。嫌なら嫌って言ってよね。私が師匠を嫌がるわけないじゃないですか。アニスこそ師匠が嫌いなんじゃないですか？何？私は指揮官様が大好き。速やかに移動します。お仕置きしてあげる。全身全霊を捧げて癒してあげる。
リロード。また勝ってしまった。なるべく組織の目につかないようにしたかったのだが。命令することはある？確かにそちらの方向に不吉に。戦闘開始。戦闘シークエンス実施。状況終了。次の作戦区域に移動します。何か面白いことない？もう戦闘を開始します。本気で行ってみようかしら。何か要件でも。よし、戦闘を開始します。お見せいたしましょう、私の火力を。私の究極の火力を。悔しい。
機関、ご命令を。移動します。戦闘を開始する。戦闘シークエンス実施。バンカー発見、内部へ侵入する。シフティ、聞こえる？通信途絶を確認。指揮官、とりあえずバンカーに移動して吹雪が収まるまで待ちましょう。先にバンカー内部を確認するわ。ラプチャーが入れそうな大きさではないと思いますけど、他の何かがあるかもしれないから、指揮官様にそんなもの見せられない。行ってくるから少し待って。前方にラプチャー発見。何？くそ、吹雪のバカ、こんなに近づくまで気づかないなんて。エンカウンター。火力は十分です。行きましょう。火力充填。水気これこそまさしく皆さん手まで全気力を前方に集中。誰だ？みんな、バンカーの中へ急いで。
間に合いません。遠すぎます。指揮官、あなたの名前は何？変な名前。あなたはどうしてここに来たの？ん？病気なんでしょ？当然でしょう。ここ病院だし。私も病気だよ。なんだっけ、脳がなんとかかんとかって言ってたけど。ああ、自己紹介がまだだったね。私の名前は女王様、こっちで誰か寝てます。うん、こんなところで寝ちゃいけませんよ。早く起きてくださーい。ふーん、まだ生きているのね。すごいじゃない。アリス、早く運びましょう。はい、女王様。そこを持ってくれる？私がこっちを持つから。アリス、そんな荷物を持つような持ち方ではダメよ。そう、そこをそうやって持って。待ちなさい、そこは触ってはダメ。そこはかなり親しくなってからでないと触れてはならないの。さあ、行くわよ。ところで寝ちゃダメですよ。風邪ひいちゃ大変ですから。ここは悪いハートの女王のせいで凍りついてしまった世界です。アリス、準備しなさい。女王様、ここも見つかってしまったわ。早く移動しましょう。はい。あなた、名前と所属を言いなさい。やっぱりそうだったのね。ではあなたはこれから私のしもべよ。一つ聞くわ、女王と指揮官どちらが偉いと思う？本当に本気？本当に女王より指揮官の方が偉いと思ってる？よろしい。だからあなたは女王である私のしもべになるの。女王様、おめでとうございます。話がそれたわね。急ぐわよ。戦に突入します。しもべ、聞きたいことが多いようね。いいわ、私が説明してあげましょう。私たちはアンリミテッド、邪悪なハートの女王を倒すために旅をしている。もともとここは緑豊かな世界だったんですけど、ハートの女王が吹雪を起こして今は不幸な世界になってしまいました。だから私たちは仲間を集めてるんです。ハートの女王を倒すため、幸せな世界を作るため。ところで、しもべは誰ですか？なんでここまで来たんですか？騒がないでアリス。実はね、私がしもべをここへ呼んだのよ。女王様がですか？ええ、
そろそろハートの女王に奪われた私たちの家を取り戻す時が来たの。しかし、しもべ、どうして一人で来たりしたの？仲間がもっといるんですか？もちろん、一人だけ呼ぶわけないじゃない。ハートの女王は手強いもの。さすが女王様。それにしても雪崩なんて面倒なことになったわね。しもべの仲間は同じ種族なの。もしそうなら、残念ながら諦めた方がいいわ。うん？なら、生きているわね。よし、アリス。これから、しもべの仲間を探すわよ。はい、女王様。幸い吹雪は止んだようだし、探索はそう難しくないはず。動きましょう。色々